とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン最初のボスがとにかく難しい。あそこを、できるだけ簡単に、攻略できるやり方でいきますね。あとなんか中盤からも若干難しいんだよね。まあ、そこもしっかりといけるような構成でやっていきます。ほんとね、これ序盤ね、これは楽勝だろうと思ったら全然難しかったもんね。序盤絶対楽かと思ったら、まさかの初見殺しのボスがね出てくるとは思いませんでした。一回報酬は何もいりません。これね、ボスを落として倒すっていうのを意識したらいいと思います。あいつのね HP をこの初期ね、初期の方で削ろうと思うとだいぶきついんで、よし OK、 できるだけ落として戦うような形を取るといいですね。落とした。オーケー。ああ思いっきり引っかかった。はい、あとこっちか、1体だけ残ってた。では2回クリア、次でーす。なんか今回ハンドスピナーじゃねえスピンブレードを使うと面白いらしいね。でここでハンマー持っていきます。ハンマーはそんなにね火力は高くないんですけども、ノックバックがねついてるので意外と使えます。でエンチャントで弱体化、そしてガードストライク入れておいてください。これがあると、若干なりと楽になりますので入れておくと、ボスが戦いやすいです。火力はいまいちなんだけどね、火力は本当にいまいち。でもノックバックさせれるのでいけます。でここ影じゃなくってここはスパイダーの方が良かったね。影の断片は後で出るので、ここで取る必要はありません。で、クリーパーね、ワンパン、ツーパン、あ、ツーパンじゃないと倒せんのよ。ワンパンで倒せないのでそこはちょっと注意して、戦ってください。 OK、まあ、今みたいにねノックバックするのでそれでうまいことワクワクさせるといいですかね。 OK、 よっしゃ、まあ、攻撃速度が上がってるんでそこそこ動きやすいと思います。よっしゃ、ギリ倒せるか。でも危険だね、一瞬間違えると爆発して軽減なしでダメージ受けるので注意です。ここは何もいりません。で商人でスパイダーアーマーを上げていきます。ハンマーはね別に火力は大事じゃありませんのでこれで十分です。 OK、 でエンチャント余ってるので弱体化をね多めに入れて、いいと思います。弱体化を OK、 いきましょう。とにかく上のね落とせる場所に向かって落としていきます。よし OK、 これが一番出てこない早いかなと思います。 OK、ダーマンは若干時間かかるよね。おう、よし OK、 火力があればねもっとねいいんだけども、
まあ、とりあえずノビさえ倒せばなんとかいけると思うんで、ノビだけをまずは頑張りましょう。他にもまあいいやり方っていうのはありそうだけども、俺はこれで落としてやってますね、今のところ。おい、よっしゃー、6回おしまいです。でここでバジーネストを取っていきます。いきましょう。でこれ敵多いです、敵が結構多い。でガードストライク入れてください。だいぶ違います、2秒と3秒では効果が段違いに上がりますので、3-2にしていくといいですかね。 OK、 でクリーパーはうまいこと起爆ね、ナイス。でスパイダーアーマーだから回復していい感じ。うおし、思いっきりやられた。でも攻撃速度アップついてるのでちょっとはマシです。で後ろを倒しておしまいですね。はい、ノックバック性能はねだいぶあるんだけども、火力としてはいまいちです。あとあそこ倒しておしまいかな。落とせ、はい、クリアです。でここで武器をね、剣に戻していってください。ハンマーじゃね本当にいまいちなので、ここで剣に戻します。はい、で、エンチャント入れていきましょう。火属性そして毒の雲ですね。でこっちもどっちか入れていいと思います、変更とトゲ、うん、どっちか。でもそんなに重要ではないですね。オーケー、ここはねこのバジーネストが超役に立つ。よいし、でさっき取った剣の火力も十分だね。やっぱり火属性と毒の雲かタワーですごい使えるんだよね。で魂のハンタークロスボウを取っていってください。で光と追い打ちでいいですね。いきましょう。はい、もう矢はたくさんあると思うのでどんどん使っていって OK です。敵が最初一気にバーって出るんで、ここは結構注意して、やっていってください。まあ、スパイダーだったら HP も回復するし攻撃速度も速いので、まあ、問題は、あら、いなかった、問題ないと思います。はい、9回クリア。次ですね、ここは何もいりません。次に行きましょう。はい、おーしょー、怖かった。なんかクリーパー来たかと思った。危なーいやいや、こうクリーパー多いからね全然見えなかった。よし、オッケー。クリーパーはね注意していてください。軽減がないので思いっきり食らいます。よし、オッケー、いいんじゃないですか。いい感じに減る。ここを倒しておしまいですかね。はい、10回クリアです。
で、ここは何もいりません。いきましょう。おっと、で、エンチャント、どんどん多めに入れていってください。基本的にここは弓で戦います。じゃないとクリーパー多すぎて内側に入るとどうしてもねやられやすいんですよね。なのでこの手前で戦っていくといいと思います。矢は十分余ってるはず。ここら辺は危ね。よし、でタワーレイスの毒、あれは食らわないようにね。まあまあどうしても食らっちゃうんだけどね。おーい、よし、いいね。あ、バージネット出すの忘れた。鉢出しとけばクリーパーはある程度大丈夫だね。でもここほんとクリーパー多いから注意してください。で、11回クリアです。で、ここで影を取っていきます。うん、ここでようやく影です。で、魂のハンタークロスボウを装備してたのである程度は、溜まってると思います。うん、なんで緊急回避の時にはどんどん使ってくださいね。よし、 OK、 いいじゃない。おお、食らったのかい。よし、絶対当たらんかったと思ったけど思いっきり当たってたね。よし、はーい、もうほぼ矢で弓で倒してます。で、次ここで防具をね変えます。うん、特にいいエンチャントがついてないのでここでスケールメールですね。で、エンチャントでポーションバリアと最後の叫び1入れてください。いきまーす。やっぱねここで 35% のダメージ軽減もつくし火力も上がるので、近接だけどね、近接火力上がるので一気に戦いやすくなると思います。やっぱね 35% 軽減はもう結構重要よ、本当に。あれあるなしでは全然違うんで、うん、まあ確かにね 6% 吸収もいいんだけども、できれば両方ついててほしい。となるとウィザーなんだよね。シャー、13回クリアです。で、ここで、キノコですね。いきまーす。とにかくこの中盤敵多いんで要注意。うん、特にクリーパー。シャー、 OK、 いいね。キノコはやっぱ優秀で、もう一体いるんだよな。危ない。ああもう、おお、嫌なやつ。ほんとよし、近くでね弓打っていけば HP 回復するんで、そういう回復の方法もあります。うん、光はね発動率が 50% なんで結構発動します。特にこの3連射の弓とかね、そういうのには相性がいいです。で、ここは何もいりません。あ、違う、槍だ、槍を取ります。うんうん、槍が重要です。で、エンチャントで弱体化、そして衝撃波入れていってください。じゃあもう剣のね火力ではもう全然足りなくなってんのよ。なんでここで槍に変えてい、くといいです。クリーパーも戦いやすくなるので、クリーパー多めのところは槍はおすすめですね。来い、よし、はい、
う剣だったらね、こんな早くは倒せないんで。よし、武器を変えて大当たり。よし、いいんじゃないですか。あのね、最後の一発が、あの衝撃波が出るときが一気に倒せてものすごい強いし、戦いやすい。まあ慣れは必要ですけどね、槍は。ここは何もいりません。パワーシェイカーもいいかなと思うんですけども、今回はキノコでいいと思います。うん、今回はキノコです。よし、でこっち側に結構長い間敵が湧きますので、しっかりとこっち側を処理してから、向こうに行くようにねしましょう。はい、来た。よし、 OK。 でここね、どうしても食らっちゃうんだよねここの毒は。うん、どうしても食らっちゃうんですけども、まあ極力避ける感じで。うん、避けれてない難しいのよねこれ、避けんのがさ。 OK、 ちょっと光で回復していきます。 OK、 あ、回復するまでもなかったか。うん、回復するまでもなかった。さっき取ったね防具ではあるんだけども、意外ともうパワーが若干足りてない感じはするんだよな。はい、ここは何もいりません。でここもさっきと同じく毒ダメージには注意してください。でもどうしても食らっちゃう。うん、これはもう仕方ないもん。 OK、 でも極力は食らわないように行きましょう。よし、 OK で、おう、まあ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 、そこそこいけたね。よし、もうほんとね、ここに来るまでで HP 半分ぐらいになっちゃったっていうところ結構あると思うんですよね。よし、で上を倒しとく。槍のリーチがあれば全然いけるね。よし、あと上に1、2体いておしまいかな。こっちっしょ。あ、いた。はい、17回おしまいです。でここで弓を乱射に変えていきましょう。で乱射、エンチャント入れていきます。テンポセフト1に連鎖反応2、これでいいと思います。あ、で防具にはポーションバリア3ですね。 OK、 いいんじゃない。あぶねー、いいね。スライムがいるとやっぱり矢が出やすくて嬉しい。終わりかな。よし、18回すぐ終わるね。で、ここは何もなしです。でここもね敵多い、ここ敵多いので注意してください。まあ槍があれば結構外側から攻撃ができるので、まあそれなりに安全だとは思うんだけども、でもそれでも敵は多い。うん、なので一応立ち回りは注意してください。固まった。よし、終わり。あー、まあよし、で19回終了。長いね今シーズンは、本当に長い。はい、で、ここ武器を変えます。
あまり得意じゃないけども、この火力がないとちょっと厳しくなってきますので、虚無剣を持っていってください。でエンチャントでクリティカル、そして毒の雲でいいと思います。リフレッシュもあればまあまあもっと良くはなると思うんですけども、とりあえず火力さえあれば大丈夫かな。うん、毒の雲が、ここから結構重要になってくると思います。うん、結構敵がねわーって出て固まることが多いのよね。そこに毒の雲が入ると一気に倒すことができるのでいい感じです。で20回終了。ここは何もいりません。あ、キノコをね変えていってもいいです。うん、まあ、0.6 秒早く長持ちする。 0.6 秒、そんなに変わりはしないけどね。これ2秒ぐらい変われば、うん、もっと違ったんでしょうけども、残念ながら 0.6 秒。危な危ね危ね危ね。でここジオマンサーをできるだけ早めに倒すとやりやすいと思います。ジオマンサーがねほんとに鬱陶しいのよ。よしよっしゃ、レイスも早めに倒したい。倒したね。 OK、 今回影のブリューが出てきてくれたので断片使わずにいけましたね。まあ断片使ってまずジオマンサー倒すといいと思います。ほんとあいつね鬱陶しい。でここでゴーレムと蜂変えちゃいましょう。これで俺はいいと思います。よっしゃ、どこだ。とにかくジオマンサーが鬱陶しいのでちょっと我々いい、ジオマンサーは先がいいです。よし、オッケー。結構最初のね今の場所でジオマンサーのね、よし、岩に挟まってやられるっていう人も多いんじゃないですか。鬱陶しいもんねあれね。はい、22回クリアです。でここでクレイモアを取っていきましょう。 OK。 でクレイモアに、エンチャントで虚無ですね。でプラスクリティカルと追い打ちです。クリティカルが好きな人はクリティカル多めでいいと思います。危ないぞ敷かれるなよ。いきます。いいね、ゴムがついたこれは本当に強い。でここは何もなしです。スノーとか結構ね耐久力あるんですけども、俺はもうこのまんまこのスケールを使っていきます。でここでスケールメールを上げちゃいましょう。ポーションバリアついてるこれなのでもう最後まで使うことができますよ。よし、じゃあ残り5回頑張ろう。まあ、5回のうち1回は勝利になるとね。いいね。でここ敵のね組み合わせが本当に悪い場所なんで注意しましょう。よし、とにかくね雲のね靴には引っかからないように。引っかかっちゃうともう速攻でやられるんで注意しましょう。蜘蛛の巣に引っかかってタワーレイスの毒とか炎をねゴリゴリ削られます。はい、でここ何もいりません。もうここにもスケールあるんだけどもエンチャントで元々のやつの方が俺はいいかなと思います。あー、ゴーレムの HP があんまねえな。更新してくればよかった。ここがね結構難しいんでゴーレムの HP は更新しておきたかったな。タワーガードがとにかく出るんですよ。なのでキノコが入った攻撃でもう一気に攻め落としたい。で危なくなったら
あぶねー。よし、影の断片を使っていく。危ないよ本当に。ここは要注意。落ちろ。26回クリア。次で、ここも何もいりません。行きましょう。でエンチャント多めに入れていきましょう。今回はこのクレイモアがもう主役になるのでどんどん入れちゃってください。防具はもう完成しているので入れる必要はありません。よし、はい、矢は200本、まあまあ十分ですね。これぐらいあれば十分に足りると思います。よし、で影の断片もまあまあまあこんぐらいあれば、おぶね、全然足りると思うんで、よし、ゴシゴシいきましょう。ゴシゴシてなんだゴシゴシてなんだ。いきましょう。よし、はい、終わりかな。27回クリア。ゴーレムの HP もそこそこ、戻ったね。いいと思います。報酬何もいりません。28回、ここもまあまあまあそれなりに難しいですね。とにかくタワーレースの毒には当たらないように。まあどうしてもね、当たるのよね。でも当たっても一瞬で抜けるぐらいの感じにしていきましょう。よし、危ない。よし、あ、逃げられた。あ、危な。よし、あっぶね。食らうんだよな、あの毒は。よし、終わりかな。はい、28回終了。あ、今回はなんか30分以内いけそうね。何もいりません。でここで、クレイモアを上げていきます。はい、でエンチャントを上に行って入れますね。クレイモアをフルエンチャで、別にあとはもう入れなくていいんですけども、まあ連鎖反応ぐらいに入れときましょう。はい、で倒し方ですけども、一発叩いて敵が虚無りますよね。あ、ゴーレム出してる。で影化して2発目です。あ、ちょっとこれミスったそうだった。ゴーレムがやった時はそうだ、消えてたんだった。だから成功したのか。虚無で倍率が上がるまで待って、2発目を入れてください。そしたら速攻倒せます。まあそこまで倍率上がらなくても速攻では倒せるんですけどね。はい、なんだ、お、影。最後に見よう、機械仕掛け、あ、爆発虚無1、あんま良くないでしょうね。どうだ、良くない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。